ご覧の皆様こんにちは、ホーステルと申します。ハートレスマンションの続きをプレイしていきましょう。前回ね、目の見えないものを落とした部屋に行けっていうヒントがあって、そこを見つけたところからの再開でございます。鍵を手に入れた。 NW1-3 の鍵と、その前に一回ね、やり残したことがあるんで、そこに行く前にやっておきたいのが、まずはあの泥棒の宝箱を調べとく。毎晩調べることによって何かがあるらしいから。よう、お前か。宝箱はまだ開いてないんだ。クソか。何が入っていたかは思い出すか。この箱の中には俺の相棒、いや相棒だったやつがくれた俺に対しての恨みがこもったもんだ。意味不明なんだけど、物じゃないんだけど。昔大盗賊だったんだ。ダチなんてもちろんいなかったし、気づいた時には親だって言いやしなかった。そんな俺にもよ、一人だけ昔からの知り合いがいたんだよ。不器用で頑固な男でだ。俺が5歳の時に知り合って、その時あいつも5歳だった。お互い親がいなくて、飯が食えねえ日々でよ。俺は盗んだ食い物をあいつにやったりしてたんだ。けどそいつは気真面目なやつでよ。俺が盗みをすると感謝どころか説教垂れやがんのさ。何度も持って行った食い物だって、あいつが病気して本当に死にそうな時の一回だけ。その時だけ俺の持ってきたパンを受け取ったが、それ以外は全部いらないの一点張り。それどころか返してこいとまで言いやがってたな。まあガキの頃の話だ。説教を垂れられても痛くも痒くもで。そんな俺たちも大人になって、俺は大盗賊であいつは警部なんかになりやがってよ。俺たちは追いかけっと日々を送ることになった。あの時は楽しかった。あいつも職務を楽しんでたみたいだし、俺もあいつと駆け引きをして盗みを働くのが楽しかった。でもある日俺様とあろう者が事故って死ぬほどの怪我を負っちまったんだ。そんな時にもあいつは俺のことを追っかけてきててよ。本当は捕まえるべきはずの俺を病院なんかに運びやがった。変な話だ。警察が泥棒に死ぬななんて言うんだぜ。情けないことに俺は病院に運ばれてすぐ死んじまった。けど俺が死ぬ直前にあいつは俺に何かを渡そうとしてた。結局それが何だったのかは今はわからない。その何かがこの箱の中にありそうな気がするんだ。根拠はねえし、確証もねえ。けどそんな気がしてならねえのさ。まあもっともその何かってのは、おおよそ俺様への恨みつらみ、罵倒、その他、もろもろってとこが。あんだけ騙したし、あんだけ苔にしたからな。そんなところだってのは覚悟してるさ。で、肝心のこの箱の開き方なんだけどよ。どうやらこの中に入ってるものがパスワードみたいなんだ。わかんねえよな、そんなもん。堂々巡りじゃねえか、そんな。一生わからねえわ、そんな。それさえ分かればこの箱は開くのに、あと一歩だってのにね。そういえば最後にあいつ、最後に何か言ってやがったな。確か、お前にまだ返しないものがある。だったか、何も貸した覚えなんてないんだけどな。これで全部。毎晩話しかけたから、パスワードがどこかで入手できるってことだよね。アロセーヌっていう名前も完全にルパンのオマージュじゃねえか。でもあれですよ、アニメのルパン三世ですよ。ルパーンみたいな。バカなこと言ってたら捕まっちゃったわ。おーい、とっつぁんみたいな。で、どこ行けばいいんだよ。宝箱のやつには話しかけたから、入手しないといけないのは宝箱のパスワードのヒントになるもの。と、あとなんだっけ？ストーリー全然進めてないね。あ、そうそう。あとは、赤い女の話。これ何？あ、ここは違うか。勇者の話だね、ここは。以前やった。この日も多分赤い女の謎の絵入手できるんだよね。どこにもそれらしいものないけど、いろいろ部屋回ってるけどね。ただここまで来て最後の一日だけ見逃して新エンドに到達できなかったっていうのは、
ちょっと残念なんで何とかして見つけたいんだけど。各部屋回ってもね、それらしきものはないんだよね。助けて、やめて、あー、ママそしたら赤い女のよ出てきそうなところがないんで、ストーリー進めていってみよっか。もしかしたらこれから先に出てくるかもしれないしね。ちょっと待って、とりあえず隠れるわ。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。やべ、え、怖い、鳥肌立ってる。いや、助けて、あ、キッ、あ、助かった。ていうかさ、物に隠れて逃げ切れたのって初めてじゃね。日食の話、星座の話、これじゃねえか。違うね、近づいたらいつも赤い女が出てくるけど。本を開けるとこう書いてある。二つの星座の星たちは青犬を待ち続けている。彼らが揃うのを私は望む。星たちには名前があります。子犬座のプロキオン、オリオン座のペテルギウス、青犬である、です。この書き込みには彼が存在していません。ペテルギウスとプロキオンは悲しがりました。そして二つの星たちは言いました。青犬である、を待ち続けます。彼の名をここに記してあげてください。青犬である、の名を。わかんねえわ、ビクともしない。え、もうヒントあんのかこれ。あ、これじゃねえか。これじゃねえか。ここに書いてあるわ。青犬座のシリウスって書いてあるわ。ここ読まなくてもさ、星座に詳しい人ならわかるんじゃねえの。ここの答えはシリウスか。じゃあ入れてみよっか。ひらがなでも OK なのかな。何も起こらねえわ。そしたら、これカーソルどこにやってるか分かりにくいよね。開いた。またこのメモ、灰色のメモ3を手に入れた。箱の中にはエヌエンドと書いてある。今だけ思い出せ記憶をたどれ。暖炉が暖かく熱い、熱く暖かい。虚実には罰を、真実には答えのかけらを。何、暖炉は熱く暖かいって。火のついている暖炉のところに行けっていうこと。火のついている暖炉なんてあったっけ今までで。全部火消えてたよね。また一つ一つの部屋調べないといけないの。あ、来た。
え、なん、え、どういうこと、どういうこと、言葉をつぶやきますか。これかな。僕はベガが好きだった。だってデネブはデネブみたいな、ま、名前で嫌だったし、それについてお前も同じことを言ってたよな。けどお前はベガじゃなくてもう一つの星の方が夏のあれの中じゃ好きだって言ってたね。僕の好きなのは七夕でいう織姫で、お前の好きなあれは彦星だったんだね。ほうほう、彦星の方がかっこいいなと思ってあの星をリスペクトすることにしたんだ。あの言葉を暖炉の前で唱えるんだ。さっきのさ、冬の大三角の本棚の隣にあったよね、同じようなものが。どの部屋だっけ、ここだっけか。夏の大三角について、え、どれ、あ、織姫と彦星である。ベガとアルタイル、アルタイルか。よし、そしたらここの部屋に来てアルタイルで入れてみようか。ほら、5文字だしね。はい、これが、え、どこ、これ開いてない宝箱がある部屋に飛ばされてるんだけど、どこだこれ。 E の2の4になってるけど、どっかにワープしたってことだよね。え、押しくず、またこのメモ、灰色のメモ4、歩かせるね。ピアノの弾き方マスター本、楽譜最初のページ。他のページはどこにあるんだろう。これページ探さないといけないのかな。謎が謎を呼ぶ、ピアノ読まな弾かないといけないのか。高校に入ってから弾いてなかったな。じゃあまずは灰色のメモを見てみよっか。それぞれが思いを持ち、思いの空に消えていった。思い出せ、お前が助けた者たちの思いが空に旅立った場所、それがお前の今の道となる。意味わかんないんだけど。え、お前が助けた者たちの思いが空に旅立った場所、どこ？あ、なんかある。この楽譜は、先生がいつも言ってるテーマでも決めてみる？テーマか、何かいいものでも考えついたのか。え、それだけ？もう少しで何か思い出せる気がするのに。楽譜 4! あ、なるほどね。今まで、の話の中で最後の記憶を手に入れた各部屋、ほらほら、あったあったあった。で、どこ行けばいいの。逃がして逃がして。今まで案内人と、案内人では迷い人とその死んだやつが再会した時の部屋の中に楽譜があるってことで、じゃあ一つ一つ集めていってみようか。あの先生怖いからね。僕らはまだいいじゃないか。二人で作曲していいんだし。この感じ、誰かと誰かが話をしている。楽譜に。もう敵が強いから、楽譜を一つ手に入れるごとにセーブしながら行くわ。もうストーリーがね、どの部屋で終わったのかも全然覚えてないからね。一つ一つの部屋を覗きながら行くんだけど、すぐ来るね、こいつも。来た。どこから来てる。姿が見えないけど。来た。やばいやばい、引っかかった引っかかった引っかかった。まずいまずいまずい。よし、巻いた。と発見。あ、封印した部屋だ。星をテーマにしようよ。いつも見てるんだし、きっといい曲ができるよ。星って言ったって、どの星をテーマにすんだよ。主人公と誰かの会話なのかな。楽譜。
次の部屋も結末の部屋じゃなかったっけ？違うね。あー、まだ来た。一回巻こう。痛い！熱い熱い！よし、逃げ切れたで。ということは額が6まであるってことかな。発見。そりゃアルダイルとかシリウスとかかっこいい名前のやつをテーマにおとなしく母さんに教えてもらいながら作った方が良さそうだな。誰なんだ俺ともう一人誰かが学6。あと2つか。普通にパンって入れたら開いたわ。おいおい、なんだよこれや。パンが一つ、チーズの紙。なんでパンなんて、それにこの紙。俺に捕まるまで死ぬな。狩りはまだ済んでない。だと。は、抜かしやがる。抜かしやがるぜ。素直に待ってることにする。あいつが死んでもすぐ追いかけっこができるように待ってるのさ。ここじゃなくて本来のあの世って場所でよ。世話だったな。俺はもう行くことにする。ったく、あの世でも追いかけ回らされるなんて本当骨が折れるってんだ。消えた。下に降りてみますか。どうなんのこれ。え、これストーリーの本筋とは関係ないよね。ミニゲーム走れ梅田さん、説明を聞きますか。はい。え、梅田さんを操作して迷い人を捕まえるゲームです。なんだこれ。決定ボタンで攻撃、ダッシュキーでダッシュが使えます。はい。お、星屑を、あ、星屑を獲得できるゲームなんだ。敵早いんだけど。ちょ、梅田さんもうちょっと仕事して。梅田さん、いけ梅田さん。今捕まえられてたよね。よし、倒した。早いやつ倒したら高得点なのかな。何このゲーム。面白いんだけど。終了です。ほうほうほう。一種の救済要素的な感じか。ここで星屑を手に入れて、体力を回復するために使うことができるね。あ、音楽やんだ。いた。あー、手痛い手痛い手痛い。ここで死にたくない。あー、やめて。あの2つの楽譜が見つからないんだよね。一回ここで切っとこっか。結構探してる。ご視聴いただきましてありがとうございます。ではさよなら。